たしました。ふう、あっという間に着いたけど、確かこっちが山道外れにある遺跡に通じている道だったかな。ええ、そうですね。この先はこのまま徒歩で行った方がいいと思います。ま、準備ができてんなら早速行ってみようぜ。ですね。はあ、幽霊の出る遺跡だなんて。ううん、そんなのいるはずないわ。敵出現、めんどくさいです。よし、行きます。俺の番だな。私の番ね。
ふう、やっと着いたか。しかし前に来た時に比べるとやたらと薄暗い感じだな。ええ、前に来た時はこんなもやは出てなかったのに。で、この遺跡の中に幽霊が出るってわけだな。ええ、幽霊というか得体の知れない魔獣ですけど。ティオちゃん、何か感じる？何か不思議な波動のようなものを感じます。ただの空気振動？それとも霊的なもの？不思議な波動？ええ、前に来た時には感じなかったんですけど、どうやら屋上に見えている鐘のあたりから感じられます。そういえばこの遺跡も星見の塔みたいに屋上に鐘楼があるみたいね。ああ、そうみたいだな。クロスベルの中央広場にあるのと同じような鐘みたいだけど。なんか関係あんのかね。今回は一通り内部を探索するのが目的ですが、とりあえずの目標地点としてあの鐘楼まで行ってみませんか？ティオちゃんの言ってたことも確認してみたいですし。ああ、依存はないよ。それじゃ、早速中に入るとしようか。わかったわ。了解です。そんじゃま、幽霊ってのにご対面といきますかね。だから幽霊じゃなくて、得体の知れない魔獣だってば。ねえ、ノエルさん。まあ。そんなに怖いんだったら、無理しなきゃいいのに。ここはどうやら礼拝堂みたいだけど。古い記録によると中世の僧院跡みたいですね。月の僧院、あの星見の塔や古戦場の奥にある城塞と同時代のものらしいですけど。ということは500年くらい前の遺跡ね。激しい戦乱の時代でもあった頃だけど。これは鐘の音。あ、来ます。なっ、ポーレで、やっぱり出た。ビビってる暇はねえ、来るぞ。かかってきやがれ。私の番ですね。催眠弾発射。よし、みんな。俺の番だな。ほら、よし。
ますよ。ファイヤー、行くぞ。みんな大丈夫？助かりました。さてと、よし、行きますよ。行くぜ。任せてくれ。さっきそこです。行きます。任せてくれ。よし、もう大丈夫だ。なんとか片付けたか。エリ、大丈夫か？ええ、なんとか。それよりも今のは、もろに亡霊だったな。気色悪い光と一緒に消えていきやがったし。それと、やはり上位三属性がはっきりと働いていましたね。どうやら何らかの理由でこの遺跡は霊的な場になっているのかもしれません。霊的な場か。そういえば、さっき屋上の鐘が鳴ってましたけど、まさか鳴らしていたのは幽霊。ストップ、ノエルさん。多分風で鳴っただけよ。ええ、そうに決まってるわ。お嬢、必死だな。気持ちは分からなくないけど、いずれにせよ今の戦力なら何とか探索することはできそうだ。総長、このまま先に進むかい？ええ、お願いします。行くしかないみたいね。まあ、こちらの攻撃が通じるだけマシではないかと。やれやれ、とんだホラーハウス巡りになりそうな気がしてきたぜ。始めましょう。任せて。
ちょろいぜ。もらったぜ。みんな、ありました。
われってな。戦闘を開始。行きます。ドライブ開始。任せてくれ。エニグマ、クドシャー。行くぜ。
ブ開始。ストレッチ。おっしゃ。援護します。よし。エニクマ。さてと。
転生可能。ええ、始めましょう。チャンスです。そこです。これで一安心です。畳みかけるぞ。了解です。俺の番だな。私の番だ。行くぜ。任せてくれ。行きます。行くぜ。任せてくれ。まだまだいける。よっしゃ。さてと、さてと、任せてくれ。援護します。よっしゃ。おととい来やがれってな。畳みかけるぞ。了解。今だわ。よし。さてと、分析を開始しました。よっしゃ。行きます。俺の番だ。よっしゃ。おととい来やがれってな。畳みかけるぞ。了解。任せて。さてと、チャンスだ。よし、さてと、これが俺たちの力だ。これで決める。
し、上げていこうぜ。はい、俺の番だな。私の番だ。そこだ。行きます。そこです。敵集団撃破しました。俺の番だな。始めましょう。任せて。これで決めた。ステージスタート。みんな始まりました。チャンスです。皆さん、そこです。データ収集終了しました。
よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。任せて。私はそこです。データ収集終了しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。チャンスだ。よっしゃ、よし、もう大丈夫だ。もらったぜ。いきなり任せて。俺の手。行きます。俺と、ま、こんなもんかね。そこ。よし、一気に行くぞ。アイカー、これで決めた。行くぞ。さてと、そこです。任せろ。かかってきやがれ。よし、こいつは俺の番だな。さてと、そこ。
かかってきやがれ。私の番です。分析を開始します。しました。こんなもんかね。先生可能。始めましょう。やめか。チャンスだ。さてと。分析を開始しました。よっしゃ。私の番ね。はい、俺の番だな。よっしゃ。はい、はい、私の番。よかった。先制可能。始めましょう。やめか。今だわ。みんな先に行け。さあ、先を急ぎましょう。そこ。キャッ。敵出動。任せて。めんどくさいです。よかった。畳みかけるぞ。了解です。チャンスだ。よっしゃ。はい、へい。ほう、これで一安心です。始めましょう。やめか。行きます。任せてくれ。行くぜ。私の番ね。行くぞ。私そこです。よし。行きます。ターン。では、これで一安心です。キャッ。さて、なんとかなったわね。
Thank you.
し。行くぞ。
任せろ。援護します。行くぞ。感じだぜ。この音は鐘が共鳴している。ひょっとしてこの共鳴音が場を作っていた原因かもしれません。何？どういうこと？詳しい原理は分かりませんが、この鐘を中心に何らかの力場が遺跡全体を包み込んでいるのが感じられます。ですからこの共鳴を止めれば、あるいは何かが収まるかもしれねえってか。どうする、総長。鐘の共鳴を止めてみるか。ええ、やってみましょう。ロイドさん、ランディ先輩、手を貸してください。同時に鐘を押さえてみましょう。よし、来た。合点承知だ。空が戻ってきやがったぜ。遺跡全体を包み込んでいた力場も消えたようです。ひょっとしたら内部も何か変化があるかもしれないか。よし、中に戻って確かめてみよう。ええ、
これは太陽の光が差し込んでる。どうやら化け物の気配もしねえみてえだな。なあ、下に降りてみよう。時、空、幻の属性が働いている気配もなくなりました。どうやら普通の空間に戻ったみたいですね。そうか。しかし一体どういうからくりなんだ。あの鐘の共鳴に何か原因がありそうだけど。そこまでは私にも。ただあの鐘が何らかのアーティファクトである可能性は高いかもしれませんね。アーティファクト。1200年前に存在していた古代ゼムリア文明の遺物のことね。不思議な力を持っているらしくて、教会が管理しているそうだけど。ああ、たまに噂で聞いたりするぜ。どこぞの貴族が隠し持ってたヤバい力を持っている遺物を教会が調べて没収したりとかな。そんなものがあるのか。私も知りませんでした。何しろ現代の技術では一切解析が不可能だそうで、そういう意味でも一般の人にはほとんど知られていないようですね。うん。いずれにしてもこの遺跡についての手がかりは十分すぎるほどつかめた気がします。これ以上は報告書をまとめて専門家に調査を依頼した方がいいかもしれません。そうだな。まあそれが妥当かと。そんじゃ遺跡の調査はこれで切り上げるとするか。ええ、皆さんご協力ありがとうございました。これにて遺跡調査の任務を完了したいと思います。出られたわね。正直生きた心地がしなかったわ。お疲れ様でした。それにしてもあの鐘一体何なんでしょうね。それにあの化け物たちも一体。塔も不思議な場所だったけど、この僧院はそれ以上だったな。それと礼拝堂の裏にあったあの不気味な儀式の幕。正直教会の遺跡にしてはあまりにもまがまがしすぎると思う。500年前一体何があったのかしら。ま、そのあたりは専門家に任せて、俺たちはとっとと帰ろうぜ。テーマパークにあるホラーハウスを10回くらいはしごした気分だぜ。そうですね。それじゃあ停車している車両のところまで戻りましょうか。ああ、そうしよう。